nicht ein Channel, ai ai ai, nicht ein Channel, ai ai ai, ai wo, ai wo, kanate te yuku, nicht ein Channel, ai ai ai, nicht ein Channel, ai ai ai, afureru, afureru.おやっとさ、西田愛です。今日はショートボブヘアアレンジ、ウェーブ編をやります。前回はショートボブにしてから1回目のヘアアレンジでストレート編をやりましたけど、今回はウェーブ編、使うものは変わりません。私はストレートアイロンでウェーブをつけていきます。まだこの長さになって間もない頃に結構ね、ブロッキングするの好きっていうか、ちゃんとしないとっていうタイプじゃん。結構ブロッキングして下の方から巻いてウェーブして、で巻いてウェーブして、巻いてウェーブしてってこうやってやっていったらね、完成した時に髪がこのぐらい広がってたの。だからあんまり下からやるのは良くないんだなって思ったんですよ。だから耳から下はそんなにやらずに、もう耳から上の表面に見えるとこだけやればいいんじゃないかなと結果今思ってます。お得意のブロッキングからやっていきたいと思います。私はこういう大きいダッカードを最近は使ってるんだけど、こめかみかな、この眉目と眉の間のこの横ぐらいからスッと後ろまで取ります。で持ち上げまして止めます。はい、こんな感じで耳横からいきます。取ります、挟みます。温度は120か140です。なんでかっていうと、高熱で当てすぎるとマジで髪が乾燥してパツパツになって焦げるから、低温、あんまり高くない温度でじっくり当てながらやった方が綺麗なウェーブは、特に素人アマチュアはね、できると思うんで、低めの温度で、私は今日は140度でいきたいと思います。挟みます。挟んだら手の甲がある方、指側じゃなくて手の甲がある方が顔側にあるじゃん。これをクッと向こう側に持っていきます。いくよ、グッ。で今度それを下に滑らせながら耳側に寄せる。で今度またクッて向こう側に手の甲を持っていく。そうするとクンクンクンというウェーブになります。今まで何回かやった経験上、毛先は内側に戻ってきた方が絶対いい気がする。それは表面は特に、このブロッキングした中の方は外側に向いててもいいと思う。こうやって外羽にしててもいいと思う。あの毛先しかどうせ見えないから表からは。で耳横とこの耳の後ろぐらいがクインクインクインってできたら、下の段は以上でいいです。もう後ろはやんなくていい、見えないから。どうせ耳の横をクインクインクインで、耳の後ろもクイン、内側でまた外側、顔周りだけできてれば十分じゃないかと思います。後ろはやらなくても、ちょっとだけ外羽にしようかな。ちょっとだけ外羽にしました。ちょっとだけ外跳ねしました。ではさっきここのこめかみのここだったんで、この辺、この辺でビーって取ります。止める。この時にね、これが前に来てね、前髪ある風になるって。さっきやってないまだストレートな部分を取りまして、挟みまして、向こうにグイン、手前にグイン、でまた向こうにウィーン。あれ、カーブ全然ついてないって思ったら、そこだけ全然やり直してもいいです。そのために温度低めになってるから、温度高くてそれを何度もやると本当に髪がパッサパサになるから、何度かこうやってやり直すことを見越して低めの温度で最初行こう、控えめに。で後ろの方も取って、まずは上に向かって、で次滑らせながら下に向かって、で最後毛先は上に向かってクイーン、こんな感じです。ここね、ほんと綺麗にできてなくても何の問題もないから、後でどうせ
手ぐしで全部バラバラにするんで、形をつけるだけっていう。下に向かって、で上に向かって、で毛先クローン。ほら全然ここできてない。できてないからもう一回やってます。上に向かって滑らせながら下に向かって、で滑らせながらまた上に向かって、ピヨン、できた。ピンピンピン。特に後ろなんて見えないし、できなくても全然問題ない、しょうがないというか問題ない。もう最後の一番上の段です。上の段になったらちょっと取る毛の量を少なくするね。3センチ幅ぐらいずつ、本当に少量ずつ。ここの細かさが後で響くかもしれないから、ちょっとめんどくさいけど細かく分けてやるね。上に行って下に滑らせて、上に行って下に行って、毛先だけ違う。グリン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 みたいな。下、上、下、いいよ。上に3から5センチ、下に3から5センチ、上に毛先まで。リン。難しいけど、10回ぐらいやってるうちにコツはつかめると思う。上に、下に、上に、外羽ね、ピヨン。当て残しのないようにしたいですね。まっすぐな毛が混ざってると後でちょっとセットしづらいから、まんべんなく全部がいい感じに揃ってなくてもいいから癖がつくように。よいしょ、最後かな。これこの辺もガーッと持ち上げて、この辺ランダムに持ち上げて、くるーん立ち上げます。でかき上げてガーッて一回全部、せっかくあのブロッキングとかしてやったけど全部ぐしゃぐしゃにしてプロダクトつけます。スタイリング剤、なんか普通のネバネバしたワックスしかないっていう人はそれでもいいんだけど、できればこういうオイル系のワックス、バームとかの方がより良いかと思います。毛先、ここからこう毛先中心、毛先中心とここ立ち上がるように、あーとまんべんなくあとはつくように、もうぐちゃぐちゃにしてください。ぐちゃぐちゃにして、いつもより分け目大胆にとって、私は分け目こっち側だから、いらない方の髪の毛は耳にかけて、でこっちもちょっとだけ耳が見えるように耳かけて、それで基本は出来上がり。めっちゃ簡単じゃない？あの癖付けだけマジで一生懸命頑張れば、あとはこういう無造作ヘアがめっちゃかっこよく決まるんで。さっきウェーブもさ、あえてあれだけで見てたらさ、できてるとことできてないとこの差がすごい激しいんだけど、こうやってしまえばもうこっちのもんだから、なってるかなってないか分かんないし、いい感じの、え、パーマ当ててんのみたいな感じのウェーブになるから、全然だから綺麗にできてなくて正解、綺麗にできなくて OK。 頑張ってこのウェーブを習得さえすればすごくいい感じのこういう無造作ヘアになります。ここから私は前髪が邪魔なんで、これここ取ってゴムで結んで、サイドちょっとねじったり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 、この毛先をこっち側にこぼしてちょっとこっちにボリューム持ってきたりとか、こっち側だけかき上げてこっち側だけすっきりさせてこっち側にボリューム持ってくる、こういうのとか、前回もつけたピアスだけど髪がこの長さだからこそ
派手で可愛いピアスがすごく生きるので、ピアスが見えるために両方こうスッと耳にかけて、この辺は無造作に流すとか、それでもショートって決まるから私すごいいいと思うんだよね。ロングな人の方がもっと手間かかるというか、もっとちゃんとしないとそれなりの形にならないから、これだけで十分ニュアンスヘアというか流行りの濡れ髪ニュアンスヘアはできるんで、風が吹いてもどうってことないし、一回もうバサーってなって、バサーってなってももうすぐファッてやったらもうどうってことない、すぐ元通りになるし、すごくこのベースさえできてれば一日怖いもんなしで過ごせると思います。もし前髪あって、前髪こうやって持ってくる人は再度あのウェーブかけてる間に前髪だけ取って、こういう状態で左右のねこのウェーブとかを済ませて、全部終わった後にこれ取ったらいい感じにスンってここに来るから、あとはスススススってこうバラしたらこんな感じ。ちょっと私はもうもはやこういうのが似合わないっていうか、髪前髪長いからちょっと変なんだけど、あとこういう束感になるのが嫌な人もいるもんね。オイル特有のさ、こういうバームとかオイル特有の束感が嫌、前髪はサラッとしてたいっていう人もいると思うんで、そういう人は前髪にはこういうスタイリング剤つけないように気をつけてもらって、サイドだけ濡れ感のあるように、私濡れ感好きだからこうやってつけちゃうけど、好き嫌いもあると思うんで、それはつける量とかつける場所を注意してもらえたらいいんじゃないかと思います。そうだね、この辺からこう取ってサクッと三つ編み通過、編み込み通過、こんなんもあるよね。ここから三つ編みもしくは編み込みでゴムで留める、ピンで留めるとかでもありだと思います。どうにでもできると思う。このベースさえあればバリエーションは何通りでもあると思うんで、このベースウェーブがけの後の思いっきりグワーってかき混ぜる、これを、習得してもらえたらすごくショートの人もいろんなヘアアレンジ楽しんでもらえるんじゃないかと思いますよ。私もまだ部屋になってショートになって1ヶ月なんで、みんなよりまだまだ知らないからさ、はい、またいろいろと見つけていきたいと思います。で、見つけたらみんなにまた教えるね。ではコメント待ってます。チャンネル登録と、Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。はい、では西田愛でした。愛方も下げました。練習あるのみだよ、頑張ろう頑張ろう、みんなできる。バイバイ。愛方も下げました。チャンネル登録よろしくお願いします。